でございます。あっちにこっちね、つけてる、はい、多分線ついてると。はい、AMDT YouTube チャンネル、イエーイ。はい、では私ユータニアンと、原付です。原付さんです。はい、まあ第1回目のね、あの原付というか、あのバイクの紹介の時に出てくれた、原付さんなんですけども、まあ、原付ではないですね、小型バイクなんですけどね。そうですね、あ、まあ原付といえば、まあ、原付というか、まあ、ちょっと本当に中途半端な存在なんですけどね。あれは。そうですね。でも何気にもう中型も免許取られたということで。そうですね、まあ、ちょうどまあ1年前の夏なんですけど、もう汗水垂らして、もう教習所では、まあ、グローブとかもレンタルできるんですけど、もういろんな人の汗が染みついた防具を身につけて、もうフラフラしながらなんとか合格して行ったわけで、取得しました。おお、それはそれは。で、中型のバイクも買われたと。そうですね、まあ免許取ってからちょっと間は行ってしまったんですけども、まあそうですね、まあネットでいろいろ物色して、でこれいいなって思ったやつを見つけまして。なるほど。まあ茨城県まで取りに行ったと。と言いますか、そうですね、なるほど。やっぱり実物を見ないと、まあ、こういうものはやっぱ買う前に見に行かないとと思いまして。そうですね、やっぱり見てからじゃないと気に入ったかどうかもわからないですね。はい、はい、なのでそのまあ前回の動画の原付に乗って、まあ、はるばる行ったのですが、まあ行きは良かったですが、よくはなかったですが、まあ、迷いに迷い、はい、まあ、予定していた時刻よりも 3,4 時間遅れて、だいぶ遅れましたね。そうなんですよ。そうなんですね。で、まあ、夜遅く着いて、ええ、まあ、バイクに関する話を聞いて、はい、その後、まあまた帰りも同じように道に迷い、もう迷っちゃいましたか。迷いました。まあそうですね。ちなみに今2台持ちなんですよね。そうです。おお、リッチですな。リッチですか、どうなんでしょうか。まあ、原付を持ってない原付さんのリッチな小型バイクと中型バイクです。はい、そしてその中型バイクのために引っ越しもしたという。そうですね、うちのリッチマンでございます。いや、そうです、やっぱどうせ乗るなら大切にしていきたいなと思います。なるほどですね。ちなみにその中型バイクは何ていう名前のバイク買われたんですか。 SR400。 お、そうなんです。それはなんか結構有名な、僕はあんまりこう詳しくないんですけど。そうですね、まあヤマハスロークから、まあ、出ている。おお、ヤマハ、はい、いいですね。まあ、静岡ですか、お膝元ですよね。そうですね、そうですね。あの、じゃあ次回のYouTube チャンネル、この原付さんの中型バイクをですね、今度は紹介していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はこんな感じです。イエーイ。これで撮ればよろしいかな。もう始まってますか。なんかもう始まっちゃってるね。はい、 AMT YouTube チャンネル始まりました。まあそんなわけですね、今日はあの私と、我が社員の我が社員私うちのうちの社員の君じゃない、示すやめよう。